フィギュアスケートのグランプリシリーズ第3エクサ、イタリア大会で優勝した。鍵山優真が自身のインスタグラムを更新。友野一希、三原舞依、宮原さと子の日本デート記念撮影した写真などを公開した。ファンからは優勝を祝福する声が集まっていたが、さらにコメントは増え、仲良し癒されます。見せられました、などと書き込まれている。ショート7位からの逆転優勝に、祝福の声が相次いでいる。鍵山はイタリアで撮った4枚を公開。まずはリンク上で金メダルをつけ、日の丸の国旗を広げた1枚を投稿した。演技中の写真などに続き、4枚目は宮原、三原、友野の日本勢で並んだ画像。会場内でピースサインを作り、肩を並べて仲が良さそうだ。表情とはまた違う、リラックスした笑顔を見せている。実際の写真4枚を投稿した鍵山は、文面に、たくさんの応援ありがとうございました。2年ぶりにこの会場で滑ることができてよかったです。次のフランス大会ではショートからいい演技ができるように、もっと練習をしていきたいと思います、と記した。投稿にはロシアのシェルバコワ、ワリエワらもコメント欄に絵文字で反応。ファンからも祝福メッセージが寄せられていたが、さらに反響は増えている。また海外メディアは、女子シングルで2位になった15歳マヤ、フロミフが、日本勢と自撮りで記念撮影する様を写真で公開。日本のファンからは、可愛いがいっぱい。こういうの泣ける、などと反響が寄せられている。ロシアの15歳が、日本勢と仲良さそうに記念撮影している。リンク上でスマートフォンを手に、自撮りしているのはフロミフ。一緒にいるのは鍵山、友野一樹、三原舞依の日本勢3人だ。鍵山と三原はピースサインを作り、友野は膝に手を置いてカメラを覗き込んでいる。撮影しているシーンを写真で公開したのは、海外フィギュアスケート専門サイト、ゴールデン、スケート、公式ツイッターだった。文面に、自撮りタイム、と綴ると、日本のファンが主に反応。可愛いがいっぱい。楽しそうで何より、後ろで微笑んでるデニス君も素敵。湯町の視線こっちのカメラの方に視線来てる気が。ノーメイクのフロミフちゃんめっちゃ可愛いじゃん。なんか、こういうの泣ける、以前は普通のことだったのにね、などとコメントが寄せられていた。フロミフは女子ショートプログラムで 72.04 点、フリーで 154.31 点を獲得。同じロシアのアンナ、シェルバコワに続く2位に入った。